左半分が色彩による表現。右半分がペトラサンクタの手法による表現。オーアは紋章学における金色を表すティンクチャーであり、金属色と呼ばれる種類のティンクチャーに属する。なお、ティンクチャーとは紋章学における文様の要素である原色、金属色、毛皮模様の総称である。オーアは 極めて頻繁に黄色としても描かれ、通常黄色で金色を置き換え可能であるとみなされている。古典的な白黒の印刷物や効果の刻印をはじめとする彫刻では色を表すことができないため、ペトラサンクタの方法と呼ばれる手法では、オア点のパターンを用いて表されるか、さもなくば、オアという文字、または大オという省略型で示されることがある。 オーアという言葉は元素記号の au と同様にラテン語で金を意味するオーアムに由来する。これが古フランス語に取り入れられ、その後中英語にも取り入れられた。文章記述の中で時折ゴールドがオーアの代わりに使われているが、これは文章記述の中でオーアという言葉が繰り返されるのを防ぐためか、その文章記述が最初に書き留められた時にこの代用が流行していたためか、 あるいは当時の文章館によって好まれたためかの、いずれかの理由によるものと考えられている。オアは、接続詞の、オアと混同しないために頭文字が大文字で綴られていることも、頻繁にある。オアは、次のものを表現するとされる。円化金曜液。黄色というよりも濃いオレンジ色をしている。歴史上のいくつかの文章では、オアの表現において金箔が用いられていたこともあり。 オーアを適用すべき盾の部分に貼り付けられていた。しかし、この金箔を貼った部分は何百年という時間を経るうちに変色し、赤みを帯びてくる。その結果、元々はオーアを意図していた領域であったのか、元から原色のギュールズやテニーを意図していた領域であったのかを識別することが困難になることがある。このような状況では、オーアは通常、 原色の隣の領域に適用されているので、金箔が赤くなることで原色の隣に、さらに原色である赤や大々があるように見えてしまい、ティンクチャーの原則に違反しているように見誤らせてしまう。文章学では、戦場で個人を特定するという当初の目的から、遠くからでも見分けられる、視認性が重視されており、視認性を低下させる原色の隣に原色または金属色の隣に、 金属色という配置は原則として禁じられている。有名な違反、編集エルサレム王の紋章金属色に金属色を重ねてはならないという原則が守られていない例を右に示す。これはエルサレム王の紋章だが銀字に金色の十字が描かれている。紋章学で必ずと言って良いほど引き合いに出される典型的で有名な違反である。原則が守られていないことは 誰の目にも明らかだが、原則が定められる前にこの文章が作られていたため、特例として認められている。原則はあるものの、文章学では、このような例外がいくつかある。o r d e f i n i t i o n s f r o,、m d I c t I、o n、a、r d i c t i o n a r y c o m dictionary.com。歴史コパブリッシンググループ。LLC。2008年1月6日閲覧。 A.B. 川淵慎一郎ティンクチャース2007年12月30日閲覧ありがとうございます。